この動画はかつてゲーム少年だった男がさまざまな新旧のゲームをプレイする中で時に笑い時に涙し自らの衰えと戦い続ける熱き中年の物語である。はい、どうも、人生かき色です。俺たちとスイッチと40代プレイということですね。今回プレイするソフトは集まれ動物の森になります。よろしくお願いいたします。それではやっていきますね。やったぜ。なるほど。とりあえず博物館行ってみよう。どんな感じかな、博物館。おお、でけえ。ですよね。やったぜ。なるほど。はーい。でざーっと見ときましょうか。こっちが虫ゾーンかな。あ、なるほど。捕まえた虫がちゃんと自生する形だったんやな。うん。おお、すげえ。こんだけ捕まえてないですけど。なんかすごいな。癒される。この辺は化石だからないね、まだ。なるほど。こっちが魚ゾーンかっていうことはでかい水槽があるんか。ああ、終わる終わる。まだまだね、数は少ないですけどね。すげえ、本当本格的に作ってあんな。これが埋まるように頑張りますよ。9万8000か。
セレモニーとかあるんやな。へえ。すげえ。取りました。いや、いいね。なんだっけ、 DIY だ。ジョウロどうつくんだろう。柔らかい木材がいるのか。なるほど、わかりました。木で掘るしかねえ。斧だ、斧。さあさあ、ほらほら、ほらほら、ほらほら。柔らかいのがいるんだな、柔らかいのが。よし、これで多分消えたぞ。ロープなんて物干しがねえから意味ねえよな。丸太の杭って意味あんのこれ。死んでる。大丈夫か？え、寝てるだけ？
で、やっと起きたかい。海のとこかな。やっぱりそうか。壊れてるだろう。探せってか。なるほど、わかりました。いろいろ餌されるんだな。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。なんかね、また新しいキャラが出てきましたけども、今後またいろいろストーリーが続いていくのかもしれないですね。この動画ではね、コメント、高評価、チャンネル登録など、いつでもお待ちしておりますので、お気軽にお願いいたします。またね、本当に少しずつですけども、この集まり動物森は少しずつ進めながら皆様とね、一緒に楽しんでいきたいなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。